絶対アウトだろ今。アウト多すぎだろ。ダメ。つらい。55秒かよ。え、これくれる？ミラクルグミ、ミラクルグミかよ。待って待って、これ何秒やればいいの？鬼ごっこ、スティールズオブデスティニー、鬼ごっこ、100。100はつらいな。もうちょっとやってみますか。よし、めっちゃやってんだけど。65秒きたー。ミラクルグミもいらんて。あと35秒も逃げ切んのかよ。やばいこれ。もうちょっとやろうかな、もうちょっとやろうかな。待つだけですね。100秒だから、どんぐらい、一応測っておこうかな。測っておこう。いやー疲れました。いやー疲れましたよ。あのね、自力で逃げて最高記録が69秒でした。もうね、それ以上マジで無理、本当に無理だわと思って。何分ぐらいやったろう、40〜50分ぐらい自力で逃げ回って、やっぱね、なんか70秒台の壁が越えられなくて。そう、いやもうね、もう肩バキバキよね。もうすごい緊張状態で、あーってやるから、何回もことでやって、いやー限界69秒でしたね。でちょっともう無理と思って、まあ引っ掛けようと。いやー、まあ、この引っ掛けるのも今ね、録画時間が
13分ぐらいかな、13分ぐらいで引っ掛けてるからまあそれなりにこうね回数はやったんですけど、引っ掛けに、いやーこのクソガキどもマジで何回ウニョローンって言われたかわかんないからねマジやばい、鬼ごっこやばいわあとあれだよね、かけっことかもあったよね、確かね。頑張りましょう、あれもちょっとミニゲームマジで頑張るっていこうと思いますなんだテイルズってそんなになんか難易度は高くないと思うので、やれるものはねちょっと頑張ってね、こうやって、ね、やっていこうかなと思っております。はい、もう経ったかな、あともうちょっと待っとこうかなタイム出してほしいわ、これタイム出してほしい。もういったかな、振りってなかったらちょっとまたやるの嫌だからな、あとちょっと30秒くらい置いとこうかな。いやー肩バキバキよ、さっき言ったわそれ、疲れたなんかね30秒ぐらいなら普通に出せます、出せる。そっからなんか60秒ぐらいのこの壁がまずあって、でその6、70秒ぐらいから100秒までの壁がまたさらにあるみたいな感じ上手い人できるんかなこれ、分からんけど、もういいか、もういいか、さすがにさすがにもう経っただろう。よし出てこ、おい、ほらこれウニョローンって何回言ったか分からん、やい捕まってやんの。さてと、前の逃げた時間はと、100秒以上も逃げ続けたやつはお前が初めてだよ。あ、100秒までしかカウントされないんだ、はい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 。約束のお金は261秒とか結構待ったな、261秒か、はいはいはい。いやぶっちゃけこの鬼ごっこでお金も稼いだ気がしますよ、やりまくったからあんたのこと気に入ったよ、もしこの島でいじめられたらオイラが助けてやるからな。あ、そうだ、仲間の印にこれをやるよ。あ、イフリートか、ありがとうイフリート。2個目ですね、そっかそっかそっか、まあ別にそんなレアアイテムではないの、でもこれ2個とか手に入るんだね、2個あるんなら1個バーンってなんか使っちゃってもいい感じだね。いやーすごい冷たい街でしたが、子供には認めてもらったみたいです。おいだお前のことママ気に入ったよいやー強い人素敵やよかった頑張ってよかった、いやー疲れたマジで、やばいわ。ちょっとごめん、ちょっと休憩していいですかちょっと休憩する一回録画切るわ。はい、というわけでこんにちは、チェリックから続きやっていこうと思いますちょっとお疲れ気味ですがやっていきますね。いやーでもちょっと達成感はありますけどね。よっしゃよっしゃ、あと何なんだっけか、ちょっともうミルクティーを飲んで一息入れるんでルーンボトルでも見て、お金もそんなしかも増えてなかったっていうね、悲しみ、意外とできてなかったね捕まるときは早いからな、3秒とかやっぱあるから道具屋、ルーンボトル買う、2個でいっか、あ、3個、4個買っちゃおう。なに、次はわしの愛でもみたいななんか言ってたけど、ちょっとごめん忘れちゃったわ。で、ルーンボトルで、あれ、リンゴとかにも使えるよ。チーズはなんか何なんだろう、
リンゴにも使える。ジャムとかなのかな。めっちゃ気になるんですけど。え、もう一個買って全部買えちゃおうかな。もったいないそれ。待って、買ってみていい？またお金稼げばいいから。アイテム買ってくれんかのって言ってんの。まずとりあえずディスクを買いましょう。 SPO100、 あ、わかんない、 SP01 かもしれん。22に変化しました。へー、これは SW0200020 疲れすぎて回んないわやばいな。え、虫食いリンゴ使ってみようかな。こっちのやつはまだね、買えないでおく。うん、レッドなんとか系がいっぱいになっちゃうかもしれない。何がする。待って、リンゴからやろう。リンゴ、え、広角、え、これ虫食いリンゴになるんだ。え、ってことはさ、リンゴは、じゃ、虫食いリンゴはリンゴになるのかな。待って、チーズやろ。あ、クリーミーチーズか。いいね、いいね。え、待って、これ絶対さ、リンゴになるよね。もったいないけど。あ、ジャムになった。わからねえ。へえ。待って、クリーミーチーズ。ふんわりととろけるような舌触りのクリーミーなチーズ。わーお。チーズ食べたい。これ攻撃能力を強化するのと、効力を持ったアタッチメントディスク。ちょっと口回んないかもしれない今回で、ジャム、フルーツから作ったジャム、パンにつけるととても美味しい。ルーンボトル超楽しいんだけど。これまたちょっと変えましょう。で、装備、尖った石の方にかな。でも攻撃がすごい上がるんだ。めっちゃ上がるんですけど。多分魔法使わないから、こっちのディスクに変えようかな。で、こっちに尖った石、カエンダーもカエンダーにか。で、攻撃力上げてもな。いや、変えよう。攻撃力にしそう。リオもちょっと。で、カエンダーにしよう。意味ないけど、もう覚えてるもんね、魔法。まあ、いいか。もうなんか本当に。これで。で、レーダー？あ、そうだ、あとね、これだっけ？マジカルルージュ？あ、これ、マジカルルージュあったじゃないですか。これさ、なんか別に、サブイベント項目に多分ないから、鬼ごっこしかないんですよ。だから、多分これ何も起きない気がするので、取っちゃおうと思います。スターのタンスの中からマジカルルージュを見つけました。持っていきますか。はい。スターのマジカルルージュを手に入れました。よっしゃ。で、怒られんのかな。こう、あんたいい度胸してるじゃないの私の家のタンス漁って無事で済むと思ってるのかい。痛い目に遭いたくなかったら、取ったものを元のところにお返し。すみません、スターはマジカルルージュを元の場所に戻しました。まったく、これだからよ、そのものは。あ、これでも戻すのか。手にはやっぱ入んないのか。あそこのおばさん怖いよな。何するんだっけ。ずっと鬼ごっこやってたから。港で情報集めんだっけ。港へ情報集めてメモをしてあるよかった。あ、これそっか、モンキーやってくれてるんだよね。レナレシート、よそ者目が魚や。でも大丈夫怖いよ。あ、子供だ。もう子供見たくない。うわ、外人だ。大きな象みたいなのを運ぶの手伝ったんだ。行き先は知らないけど、ジェイクってシーフが知ってると思ったよ。やつなら多分チェリックの宿屋で寝てると思うけど。ジェイクに会えばいいんだな。ほう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 。でも子供見たくないわ、マジで。いやー、疲れたわ今日ずっと言ってるかもマジで。
じゃあ宿屋に行きましょう。ちょっと、あ、そういや減ってるんだよね。うん。でさ、なんかさ、どこも増えてないなと思ったらさ、私多分前回さ、前回っていうかその鬼ごっこやる、すごいやる前に一回セーブして、その後、まあ、4,50 分やったじゃないですか、やってたんですけど、その後ね、多分ねセーブしてないねしてなくて、あーもう今日無理ってなって、そのまま多分やめたんですよ。でまたデータをロードしたから、そのやる前から今その13分とかで、取れたからなんかそんな増えてないお金と思って、時間もそんな経ってないしと思ったら、そういうことだね。悲しい。俺の宿ジェフ、待って、どこにいるの、宿で寝てるって来たんだっけ。ジェイクを知らないかって、浮き屋に用があるとかでとっくに出てったわよ。でもあんたたち何のような、あ、追いかけっこかよこれ武器屋、武器屋、そういうあれね。で、まだあれだろ、どうせ次の町行っちゃったわよとかって言われるんだろう本当さ、ジェイク、あ、彼なら港に帰ってよ。あんたたちジェイクのストーカーかなんかかいこれだからよ、そのはところで何か買ってきません、もう来んなよそりゃそうだわな、そりゃそうだよ、港港忙しいな。ジェイク、ジェイク、ジェイク知ってます。え、宿屋にいなかった、そんなこと言われても。これか、あ、これか。あんたたちですか、さっきから俺を探してるやつだっての嘘だな。最近セインガルドから運ばれてきた石像を知ってるだろう。え、見ましたよ、あの大きな石像。それよ、なんでも神殿に奉納されるって話でね。確かに町の外の荷車まで運びましたよ。神殿ってどこの神殿ですか。どこって、そりゃあんた、ここから北にあるカルビオーラの神殿に決まってますぜ。そこにも神殿があるんだ。巡礼の旅かなんかですか。まあそんなところですわ。気をつけていきなよ。最近はこの辺もあんまり治安がいいとは言えないですから。なんかいい人だったジェイク。はい、ありがとうございます。ありがとう。そうか、じゃあそこに行けばいいのか。どっから出ればいいんだいやー疲れたそればっかりワルックに最後会おうか。ってことは、じゃあ次そこのカルビオラ、どこに行けばいいのかな。あ、やばい、またこれ始まった。あ、今ジョークで2回目もあるね。神の目の場所が分かった、カルビオラのストレイライズ神殿だ。ん、え、ストレイライズ神殿って何個もあるの。やつもそこに逃げ込んだんだろう。分かった、そっちはお前さんらに頼んだ。輸送センターはこっちです。もう少し調べてみるとするよ。あー、そっか、こっちもなんかいっぱいあるな、分かんないことが。ありがとう、輸送センターが。私なんか船のイベントとかもあったのに、ね、そういえばなんとなく思い出してきた気がする。なんとなくね。じゃあ行きましょう。じゃあ宿に泊まってくね。やばや、俺の宿に、俺の宿に泊まるわ。ごゆっくりどうぞ。なんか優しい。ゆっくり寝たか、またご利用くださいませ。なんか見た目の割にめっちゃいい人だなこの人いい感じだな。よし、じゃあ行きましょう。さよな、ガキども。めっちゃ疲れたよ、ほんとにじゃあ行きましょう。北の方って来たね。あ、またこれ変わるかも。
どうなってんだろう。なんかさ、火山？溶岩みたいの見えるよね、ここ。まったく暑いわね。ああ、暑いっていうのは禁止だって、さっき決めただろ。ああ、うるさいわね。暑いだから暑いって言って何が悪いのよ。ああ、暑い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 んか、そんな。結構涼しい格好してると思うけどな。アルバレイスの神殿に行くぞ。そこに神の目があるってことかしら。かもしれないな。ともかく行ってみないと始まらないよ。よし、次また待ちます。気持ち悪い。どこかで水浴びしたいわね。汗で体がベタベタしますわ。私こんなところで野宿なんて絶対嫌よ。ちゃんとお風呂入るんだからね。もういちいちわがまま言うなよ。私も野宿はちょっと。あ困るよな。わがまますぎる女子が。いや、気持ちはわかるけどね。旅はしょうがないぞ。悩み事ですか？ああ、ちょっとした自己嫌悪だよ。剣の腕がちっとも上がらなくてね。そんなことありませんわ。ご自分ではわからないかもしれませんけど、どんどん強くなっておいでですわ。そう？いや、参ったな、こら。ちょっと、何に焼けてんのよ。カルバレイスの神殿に行こう。大司祭であるグレバムならば神殿に忍び込んだとしても怪しまれませんわ。うまいカモフラージュを見つけたもんだな。いや、本当だよね。グレバムって何者なんだろうね。はい、もう出なそうなので向かおうと思います。北ですね。暑そう。あ、敵も変わってるかな。あ、変わってるっぽい。スコーピオン、コーネット、デザートフライ。アイスコーネード。あんな蜂にアイスコーネード。ライスエアー。ライスエアー。ルティが頑張ってくれてる。お金入る。マックスヒットボーナス。あ、コンボカウンターか。やっぱそうなんだ。コンボ重ねるとボーナスが入るんだね。はー、ってことはどっかで稼げるな。経験値簡単に、簡単にってわけじゃないけど。これがカルビオラか。近っ。後半やるときやりやすいかも。あれでしょ、どうせ。出て属性吸収のやつとかでどんどんその技をやれば連続でやればいいってことですよね、多分ね。それで稼げるってことですね。了解了解。ヒット乗るわ。何ヒットまでいけるんかな。99最大かな。まあ後々だな。今技もそんなにないから。はい、じゃあここカルビオーラだと思う。入りましょう。また暑そう。でもこの音楽聞くとさ、なんかあれだわ、鬼ごっこしなきゃってなるわ。酒って書いてある。酒のマークだ。町の中央にあるのがストレイライズ神殿で、あ、でも本当に神なんているのかな。やっぱあんま信じてないんだな。信仰心がない。てかこれなんか危なくないか。あれ、なんかカタツムリがいる。酒場、うるうる。マニーさん、昼間に来てもダメよ。夜はもっと盛り上がるんだから。
格のいい男、なんであの神殿をよ。町の真ん中で偉そうにしている割には良いことなんてねえしな。その国の神様がこの国を助けてくれるわけねえよ。おめさんだってそう思うだろ。そう、そんな、いや、かわいそう。いいな、全然やっぱ信じてないんだな、この人。ダメよ、こんなところで神殿の悪口を言っちゃう。どこでお依頼さんに聞かれてるかわからないからね。だけで現実が消えるわけじゃない。それでも先に頼るしかないのさ、ここの人間はね。じゃあやっぱ苦しい思いしてるんだな、この人は。こんな生活酒でも飲んでないとやってらんないわよ。辛そう、なんか。あ、ダメだよ、子供は帰った帰った。そうだよ、みんな子供だからな。あら、可愛いお客さんのこと。なんかあそこの指名手配かなんかわかんないけど、すごい気になるんだけど。バニーさん、どいてくんないかな。手書き、手配書風のデザインのアンティークポスターが貼って、手配書じゃなかった。ポスターね。あー、そうなんだ。なんとも顔がね、非常にいい味を出してますね。道具屋、月、夜道、なんか買う。ルンボトル、ひたすらルンボトル買っちゃう。ホーリーボトル、ロールパン、チーズ。ロールパンとチーズはもう常にあるな。ちょっとお金がなさすぎるな。稼いできてもいいけど、最近は商売もやりにくくなったもんだ。よそに何持ってくんないね、そういえば。市長の家だ。みんなはあの神殿の神様のこと信じてないみたいだけど、私は信じてるよ。だってパパがカルバレイスのためって言うもん。エクスカリバーがある。これ市長さん、神殿の視察の方々ですね。私がカルビオラの市長を務めさせていただいております。神殿ってパッて入れんのかな。許可とかいらない。第5次カルバレイス経済発展計画合同会議日程。カルバレイスの歴史。古の大戦、天地戦争終結後に天上人を一括して移住させた未開の地、それがカルバレイスである。カルバレイスの地形。国土の半分を砂漠地帯が占めており、現在は海岸線近くの草原オアシス島で生活が営まれている。カルバレイスの気候。熱帯性砂漠気候に属する火山を多く有する島として、平均温度は高く雨は少ない。他国との交流。ケオリモの中心の貿易が盛んに行われており、セインガル王国のもの取引国である。またセインガル王国の要望により都市の中心にストレライズ神殿を設けている。へー、セインガルドが言って作ったみたいな感じか。まあそれじゃあでもそりゃ進歩しないわな、そんな。一応ここオアシスか。あそこどう行ったらいいんだろう。あそこ、どこから行ける。あ、行けそう。あ、行ける行ける。トッシュ、おい、やめろよ、こっち来んな。あ、シースナックか。ナメクジ、まあナメクジで合ってるような合ってないような。モンスターじゃん。ぬぬぬ、かわいい。なんだよ、俺様のパンチを食らいたいのか。なかなかやるじゃんか。待って、シースラックちょっとかわいくない。これならどうだ。そんなモンスターってやっぱ強いんだ。お前生意気だぞ。何してるんだ、危ないじゃないか。そうだ、毒持ってたりするからね。邪魔しないでよ、町は俺様が守るんだい。
よそ者の力なんて借りれるもんか。なんかムカつくガキね。行くぞモンスターめ。ん？気がっても弱いやつは弱いまま。自分の家でおとなしくしていればいいものを。ゆる。待ってシースラグ可愛すぎないか。ゆるって。お前らかよ。お前らかよ。この漆黒の翼、勇者のグリッド様が来てやったんだ。存分に感謝するがいい。お前、シースラグ一匹でそんな意気があるなよ。深刻なズバさん、お前たちバカか。まバカも我々を知らんとはいい度胸だ。いいかよく聞くか。お前らいつ来たんだよこっちに。どうやって来たんだよお前は。大ぐらいのゾン、ふんごうふんごう、疾風のミリー、それダッサいからやめてって言ってるでしょ。そして漆黒の翼リーダー、音速の貴公子グリッド様、我ら三人漆黒の翼なり、臆したく魔物め。親瓶足は感激しやした。あはははは、親瓶弱っ。そんくらい避けられないなんてダッサー。ぐ、不意打ちとは卑怯な。このままとりあえず撤退してる。撤退すんのかよお前。やらどもずらかれ。へい、親瓶リーダーだ。いや、行っちゃうんか。なんなんだよあいつら。にゅるるるるる。あ、かわいいな。あ、増えた。にゅうにゅう。あ、いっぱい来た。うー、怖くなんか。怖いよ。ここは任せるんだ。あ、普通に戦うんかこれ。すっごい途中のいらなかったね。あ、なんか、あ、魚もいるよ。何気に魚が、魚じゃなかった。イカだイカ。もう全部魚って言っちゃう。出て。お金探してたね。え、ガルドいっぱい手に入るわ。こんだけお金入ると楽しくなってくるな。なんだよ、あんなの俺様一人で全部倒せたもん。かわいいな、なんかこいつ。余計なことすんな、バカ。行っちゃった。トッシュ、あいつちょっとかわいいやつじゃないか。どこ行ったんだろう。いなくなっちゃったね。あれ、ここ入ったっけ。あ、そうだ。モンスターが街に入ってくるなんてね。それ物騒だよ。お、こうも来てないよね。ほら気になっちゃう。あなたの身を守ると同時にあなたの幸福も守ります。大切なのは防具です。細っぴな作りが。いらっしゃい。持ってるリングメイルだと、アイアンサレット、アイアングローブある、アンクベルトもある。欲しいんだけど、直径4センチほどの金属を皮に縫い付けた上半身用意。1個しか買えない。上がる、めっちゃ。お金ちょっと貯めて買おう、後で。どうも。いつ持ってるかな。ここから西がジャンクランド。みんなの街を嫌ってるけど結構面白いんだよ。あ、ジャンクランドちょっと覚えてる。最近モンスターが増えたのも全部よその国の人間が連れ込んでるせいだな。え、きっとそうよ。あ、ここがあれだ、神殿、ストレイライズ神殿か。ここじいさん、星のひいじいさんは他国の支配のもと囚人のように暮らしておった。どこの家もそんな話は子供の頃からよく聞かされることじゃん。ひどいな。カルバレースには金はないけどみんな平等だよ。人身売買とかやってる国があるらしいけどバカらしいね。まあ、よそ者が何しようと私たちの知ったこっちゃないよ。え、そんな国あるの？人身売買とかそんなに
苦しそうなところがあるのかな。歌舞伎やか金の砂漠。あ、トシュだ。あ、さっきの兄ちゃんたち。あんたさっきモンスターに絡まれてたやつじゃん。まあ怪我はありませんか。変なやつ。あのさ、これやるよ。え、何何、チャームボトルだ、ありがとう。また来いよ。なんかあれだね、子供に着々とこう認められてきてるよ。よそ者は嫌いだが、あんたたちは特別だ。売ってやらんわけにもいかん。何が欲しい。あ、都市のおじさんか、親父さんか。そうかそうか、これは持っている。バトルアクスも持っている。バルーンソード、あ、これも欲しい。お金やっぱ貯めよう。待って、何をしに来たの。そうだよね。ごめんごめん。武器屋に行っても親父に追い返されるだけで何も売ってくれないんだよ。この前剣落っちまったから全く仕事にならねえ。かわいそうに。最近嫌な空気が流れるわね。毛色の変わった動物たちが探しているんだわ。エレナはかわいそうな子だよ。あの子の父親は異国の女に騙されて死んじまったの。ねえ、どういうことどういうこと。エレナって誰。その異国の女もどっか行っちまったっきり行方知らずだしな。だから異国の女を嫁に迎えるのはわしは反対だったんじゃん。誰の話。頑固じいさん。何やつじゃん。もしや貴様敵国民じゃな。え、今すぐ立ち去れ。まだおったのか。怖い怖い。明日の大事な息子は異国の女を嫁にしたばかりに死ぬまで後ろ指刺され続けたんじゃん。だからよそ者の嫁なんて嫌じゃったんだ。嫁なら息子が死んじまった時に島から追い出しちゃったわ。気になる。これがエレナか。すみません、おじいちゃん、あんまりよその国の人が好きじゃないから。なんか気になる。プチ気になるわ。いいんだ。遠い昔この島は本当にひどい国じゃった。それここまでにしたのは他でもないわしら住民じゃ。その国の者に偉そうにされる筋合いないわ。おいくら。あ、値段が上がった。またどうぞ。オベロン社各支店の案内。どんな場所に行ってもあなたと共にあるオベロン社の心情は信頼と安心です。怪しいな。泊まりのお客様へ、お荷物の盗難にご注意。当店では責任を負いかねます。こいつさ、泊まったらなんか盗まれるとかじゃないよね。やだな、そんな怖いな。オベロン北西支店。ねえ、もうちょっと上がらない。ダメだってば。父。いらっしゃいませ。レンズをガルドに換金出しました。めっちゃ持ってるよ。6ガルドか。大金大金。返しちゃうかな。いやいやいや、やめとこう。ちょっと今稼ぎたい。稼ぎたいから。すごい。レンズってやっぱお金になるね。いらっしゃいませ。暮らしに役立つオベロン社商品販売カウンターです。オベロナミンシート。オベロン EX ってなんか、ガミガミのシリーズみたいだな、これなんか。ガミガミドリンクとか、あったよね。オベロン社製の液状薬品。HP が最大の 65% 回復。
すごい。ちょっとこの辺も買いたいからお金ちょっと貯めてこようかな、やっぱり。ありがとうございました。レンズの関係隣でお願いいたします。はい。で、これで街全部見ましたかね。占い師さんのこと話しようかな。あら、あなたたち不思議な顔をしてるのね。それって外国人ってオチじゃん。言えそうじゃなくて、あなたたちの未来に大きな失敗とはと這い上がれない絶望が見えるの。なんちゅうこと言うんだよ。どういうことだよそれ。覆いかぶさる闇は二度と拭えないわ。運命は変えられない。なんちゅうこと言うんだ。きつー。じゃあこれで街は全部見ました。ちょっと、お金を貯めて次回買い物してる状態で、このストレイライズ神殿に入るところから始めようと思います。これなんか像が両方違うんだけど、ちゃんと戦士と魔法使いってこと。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。